宇宙物語って俺で言うのを話します。宇宙物語。私はですね、宇宙を旅しまして、その宇宙を旅しているわあの感じでですね、宇宙を飛び回ってたわけなんですね。その宇宙を飛び回ってる時にですね、ふと歌が浮かびまして、こういう歌で歌いました。それ宇宙語なんですけどね。Have these visible, the visible, the visible, and see the visible, the visible, and see the visible, the visible, and see the visible, the visible, and we see the visible.宇宙を旅しまして、そのフレーズとしてこのように浮かんだんですけども、そしたらですね、第2部がありまして、その第2部にいたんですね。で、その次第3部に行って、第4部、第5部、第6部まで来ましたがね。そうするとですね、あのまた作詞がポッと宇宙の旅してる時に思い出しましてね、I will be the visible, the visible, and see the visible.Have they seen the visible, the visible, and we see the visible, the visible, and see the visible, the visible, the visible, and we see the visible, the visible, and we see the visible, the visible, the visible.宇宙を旅しまして、その大宇宙形態の方に行ったんですよ。そしたらですね、宇宙人からちょっと電話がかかってきまして、アブディスビスボーザビスパスボー、エンドビシーデビスボーザザビスパスボーと宇宙人と話したんですね。そしたらですね、宇宙人がですね、あの近未来の飛行機に乗れ乗れいうことで乗りまして、その近未来の飛行機に。そして惑星を旅して回ったんですけども、その惑星を旅してる途中にですね、ふとなんか不思議な光景に 目に入ったんですね。で、その不思議な光景というのはですね、宇宙にその惑星にとどまることをしていると、あの空に浮かんでいったんですね。そのやっぱり惑星の重力が関係してるんでしょうかね。やっぱ重力が変換すると、その結構あの空を飛べたりとかするんですね。それはもうほんまの惑星でも重力の少ない惑星に来た場合そうなるんですけれども、 Have they seen the visible seeds before and we see the visible seeds before and they see the visible seeds before Have they seen the visible seeds beforeAbu Dhabi, Abu Dhabi, まあ宇宙を旅しまして、このようなことになったんですけども。